橋田菅子ドラマ渡る世間は鬼ばかりは毎週木曜日21時から21時54分に TBS 系の木曜21時枠で放送された日本のテレビドラマシリーズ1990年10月11日から2011年9月29日までシリーズとして断続的に制作放送された連続ドラマ終了後は 2012年9月17日から2019年9月16日まで1、2年に1回のペースでスペシャルが放送されていた。主演は山岡久の泉ピンコ。全員10シリーズで通算放送回数は511回。1990年に TBS が開局40周年を記念して企画された1年間シリーズとして放送したが、 好評を得て断続的にシリーズ化された。岡倉大吉、節子夫婦と5人の娘たちとそれぞれの家族の暮らしを描く家庭ドラマである。通称、渡し記。タイトルは、渡る世間は、鬼は、なしということわざをもじってつけられたもので、相手のことを鬼だと思う自分がすでに鬼なんだと、自分が鬼でなかったら相手のことも鬼だと思わない。 という意味を込めたんですよ、と、石井福子プロデューサーは語っている。1959年に、梅崎春夫の直木賞受賞作、ボロケの春秋を原作として、中村昇監督で映画化されたものも、渡る世間は、鬼ばかり、ボロケの春秋という題名がついている。放送期間は各、シリーズとも1年間。視聴率はすべてビデオリサーチ調べ。 関東地区のもの。2010年10月14日より、第10シリーズの放送がスタートし、本シリーズをもって連続ドラマでの放送は終了した。2009年春より、これまで放送されていた木曜21時枠が、バラエティ枠となり、ドラマ枠は、水曜21時に移動した、関係上、放送枠については未定であったが、その後 TBS より、 木曜21時枠での放送が発表された。2010年8月26日、TBS は丸20年という節目で、出演者の皆さんが元気なうちに美しく切り上げたいという思いもあり、ここで区切りをつけようと判断したとして10月14日に始まる第10シリーズで終了することを正式に発表した。 最終シリーズ終了からおよそ1年が経過した2012年9月17日と9月24日に、月曜ゴールデン枠の21時から22時54分で、最終シリーズ終了から1年が経った岡倉家や、幸楽を描いた、ただいま。2週連続スペシャル全後編が放送された。全シリーズ、全単発スペシャルを通して放送曜日が初めて、月曜日となり、 解説放送も実施した。2013年にも5月27日と6月3日に月曜ゴールデン枠で2013年2時間スペシャル全公編が放送された。2014年秋も新作スペシャルの収録が予定されていたが大吉役のうついが死去したために大吉が救世した後のおかくら家を描いた2015年2時間スペシャル 前後編が2015年2月16日と2月23日に放送された。2016年9月18日と9月19日に中華料理店、幸楽を再改装する小島家を描く2夜連続特別企画渡たる世間は鬼ばかりが放送された。最終シリーズ以降に放送された単発スペシャルはいずれも前後編を2週に分けて放送したが、 初めて2夜連続の放送で、初めて日曜日に放送された。テーマソングに歌詞がつき、天道義美が歌った。2017年以降の3年間は、敬老の日に3時間スペシャルが放送された。2020年1月の取材で、橋田は続編1本を約束しているとしながらも、自身の年齢を理由に、確約はできないと語っていた。その後、2021年に、 続編の台本をほぼ書き上げ、同年7月頃に撮影を開始する予定だったが、橋田が同年4月4日に死去したため、2019年版を持ってシリーズが事実上の完結となり、正式に発表された。29年に及ぶシリーズの歴史に幕を下ろした。藤岡拓也、森光子、淡島千景、杉山徳子、川内桃子、慶歌子、 坂口良子、赤木春恵などこの作品外作となった出演者は多い。節子のおば役で杉村春子が出演している。お食事どころ、岡倉を経営する、岡倉大吉、節子夫婦には5人の娘がいる。上から順に、3月生まれの弥生、5月生まれの5月、7月生まれの文子、8月生まれの陽子、9月生まれの長子。 弥生は、夫や子供たちに手を焼き、5月は目や、小目からのいびりに悩まされ、ふみ子は病気の目の面倒を見た後離婚、復縁、よう子は、仕事優先で、なかなか男性と落ち着かず、末娘の調子は口うるさい目にも、好き放題言い返す奔放な性格。この5人が、次から次へと悩みを抱えては、大吉のもとに相談に来る。 妻の節子を亡くして、以来、一人で、娘たちの世話に追われている大吉であるが、ぶつぶつ文句を言いながらも実は娘たちが大好きで、なかなか小離れができない面もある。また逆に娘たちも父親が大好きでお互い、忙しい時間を割いて、岡倉家に集まっては、一緒に食事をしたりするほどの中。そしてそれぞれ不満を抱えながらも、自分の家族も、 大切にしているのである。君が、幸楽で転倒し、足を骨折。君は店に出られないなら、幸楽にいる意味はないと言って、久子たちのマンションで暮らすことになるが、久子たちは、仕事が忙しいと、君の面倒を見ようとせず、イサムが君の暮らしの世話やリハビリに付き添うことになる。岡倉では、ソーたと婚約したマヒルが、夜の店を手伝っていた。そんな中、 マヒルの母、サトコが上京してくる。サトコはマヒルたちの祖母、マキが余命宣告されたことから、ソータとマヒルが将来、長谷部家が営む有馬の旅館を継ぐ意思に変わりはないのならば、マキが健在のうちに結婚式だけでも挙げてくれないかという。マヒル、ソータと共に力屋も、彼女である、金沢育美にプロポーズし、二組同時に結婚式を、 あげることになった。同じ頃、モチもちも、ハワイで、ルリと結婚することになり、ハワイから帰国し、大吉や弥生たちを訪ね、結婚の報告をする。文子こ、トールの三度目の結婚と、新高子の離婚騒動を。岡倉大吉が、心筋拘束で多戒した後しばらくして、遺産相続について話し合うために姉妹が集まる。大吉には、 1> 約1億円の遺産があった。遺産は、大吉と共に暮らしてきた長子が一人で、相続すべきであると考えていた弥生。5月、文子、洋子の4人は相続権を放棄するつもりでいたが、長子は、丘、倉を占めるつもりになっていた。だが、最終的に、いたまえになる夢を持つ雛子のために、丘倉は存続させることになり、株式会社丘倉を設立し、 姉妹たちは株主としてそれぞれの相続分を投資するという形を取ることになった。幸楽が店を改装をすることになった。イサムの後を継ぐ誠と,と愛が使わなくなった住居部分を客席にして店を大きくするというもので、イサムは理解を示すが何の相談がもなく勝手に店のことを決められた自己承諾に5月は激怒する。だが、 愛はすでに二人が一ヶ月の工事中の間に暮らすマンションを手配しており、さらに働き詰めであったイサムと5月に30万円の小遣いを用意していた。結果的に5月はしぶしぶ承諾するが、工事の間、イサムは親父バンドの活動ができると喜び、5月をマンションに残して、さっさと練習に出かけてしまう。家族からも見放され、気軽に話せる友達もおらず、 孤立してしまった5月は、様々なところを勝手に訪ねて、世話を焼こうとするが全て裏目に出てしまい、イサムには余計なことはするなと釘を刺される始末。そんな中、親父バンドが原因で愛と、夫婦喧嘩になった誠が、離婚すると宣言して、行方不明となってしまう。5月たち姉妹は、岡倉の利益配当金である一人100万円の、使い道を支案する。一方、 高子が、子育てに疲れたとおけ手紙をし、家で。子を連れて働くシーンを見かねた愛が、子の面倒を見るが、5月は、高子とは離婚すべきだと譲らない。その頃、自宅で世話をしていた子供たちが成長して手を離れた、弥生と在宅医療で、忙しい英作とすれ違いの毎日を送る長子は、寂しさを感じていたほか、 ユキがのりひこのアメリカ留学を機に、英作の訪問医療の手伝いをするために上京。弥生は自宅に、喫茶店を開業したいとのことで、よ子に設計依頼をし、ふみこは100万円で、姉妹5人で、グーアム旅行に行くことを提案。親父バンドは、メンバーの川上哲也が死去したため、活動を休止していたが、妻、花江が参加したいということで続けることになる。高子に、 真が遺産相続の権利を放棄して愛に5月や、優の面倒を見てもらえるようにと懇願され困惑する。一方、5月は、親父バンドに一人入れてほしいと弥生に頼まれる。君の49日法要が営まれる中、老人ホームの顧問弁護士の末永が君の遺言書を、携え尋ねてきて、そこには、君の遺産を5月に譲ることが書かれていた。 久子や国子へは生前贈与という旨が伝えられており、特に久子には、ケンジの借金1500万に久子の借金500万、アメリカでの喫茶店開業資金2000万贈与、されているほか、餃子工場やマンション購入資金も、交絡から出ており、老人ホームの費用もイサムが出していたので、クレームはついたものの、おおむね納得で問弱はなかった。また、ひなこに、 常連客の藤川昇がプロポーズする。TBS オンデマンドでの配信は、第1シリーズなど一部に限られていた。TBS オンデマンドの後継サービスであるパラビでも、サービス開始当初は、第1シリーズのみの配信に限られていたが、2019年9月12日に2012年から2018年までの、スペシャルを、配信開始、10月2日より、 第2シリーズ以降が順次配信され、2020年5月2日に第10シリーズの配信が開始された。明治座や芸術座などで舞台版が制作され、出演者の配役がダブルキャストなどを異なり、ドラマの舞台化やドラマでは描かれなかった、ストーリー構成で舞台のみに登場する役柄もいる。原作は橋田だが、脚色が石井美子、演出が、 石井福子と一部のスタッフがテレビドラマと異なる。ドラマ内に登場した料理のレシピを紹介した書籍が飛鳥新社より発売されている。ありがとうございます。